皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは教室開業時経験がない人がベテラン先生と比較されても集客できる3つのコツということについてお伝えしていきたいと思います。最近新規開業の方の、ご相談に乗るケースが多くてですね、新規開業っていうのは当たり前ですけれども今までやったことがない人がやるわけですよね。でそうするとすでにやってる先生と当然比較されるわけですよ。お客様の目から見たらどこの教室に行こうかなっていうのを選ぶのは自由だからです。でそうすると基本的には古くからやっている先生の方が有利ですよね。基本的にはだって経験がありますから基本的には有利なんです。だけれども新規開業の人はそんな中でも新規で開業して生徒さんに来てもらうっていう状況を作らなくてはいけないわけですから、何かしらちょっとそことは比較されてもいいというような状態のものを作らなくてはいけないんですね。でその時に3つのポイントがあるなというふうに思ったのでそれを今日はまとめてお話をしてみたいというふうに思っております。はい、ということで、まずじゃあ3つのねコツについてお伝えしていきたいと思います。まず1つ目が、マニアであることです。2つ目が世の中の流れと逆を行く、パイオニアっていう意味ですね。世の中の流れと逆を行く。3つ目がすでにやっている人たちの3倍の努力をするっていうことですね。はい、以上とりあえず3つこれを解説していきたいと思います。まずですね、1つ目マニアであることっていうのが教室業の先生の歴史っていうのが、もちろんそのすごい聖華学校を出ていたりとか有名な学校を出た上で先生やってる方もいらっしゃいます。いらっしゃるんですが歴史からするとですね、自宅で何かちょっと得意なお菓子とかパンとか料理、何か雑貨とか作るものを教えていたら友人知人が教えてと言って、で何か教えてるうちに先生になっちゃったっていうケースが歴史上多いんですよ、自宅教室業っていうのが。なので何かをすごくこう、最近の先生は違うかもしれないんですけど、どこかですごくこうお金をねかけて、例えば数百万円とかかけてどんな学校出たっていうことで全員が自宅教室でやってるわけじゃなくって、ママ友に教えていたとか、人から言われて友人に教えてたとこから始まって先生になるっていうタイプの人も割と多いのが教室業なんですよね。でそうするとマニア、自分がマニアックな状態であって、でそれを人に伝えるとめちゃめちゃ喜ばれるみたいな、趣味の超深掘りみたいな状態になるかもしれないんですけど、マニアであるっていうことはそのベテランの先生と比較されてもある内容に特化したところで自分が秀でてるものがあるとすごくそこは目立ったりとかしていく形になるので、何かにおいてマニアであるっていうのは非常にいいことなんじゃないかなと思うんですよね。だから開業する上で一番こう何ていうのかな、特徴がない状態っていうのは、例えば初心者でもパン作れますとかっていうのが、例えば本人が自分が初心者だし初心者しか教えられないから、初心者でもパンが作れ美味しいパンが作れるようになりますみたいなことを教えますって言われても、その初心者の人そこに行くっていう動機にならないじゃないですかね。だけれども、じゃあ例えばどうしようかな、初心者でもっていう枕言葉が仮についたとしても、初心者の中でもこういうパンを作りたいっていう、例えば望みを持っている人を中心にもしも集める、じゃあ例えばですね、ちょっと難しいパンなんですけど、クロワッサンっていうパンがあるので、初心者でも1回のレッスンでクロワッサンの作り方を教える教室ですって言われると、クロワッサン教室みたいな形で何かその手法とかパンの種類にね特化してやる。でクロワッサンもいろんなクロワッサンあるじゃないですか、なんかチョコレートがこう巻いてあるようなクロワッサンとかね、
何かみんなが憧れるんだけど作るの大変みたいなのだけを教えますとかって言われると、ベテランの先生がいてもそれを歌ってなければその教室ですっていう、そのパンをみんなが絶対に作りたいって分かってるんだったらそのパンで行くっていうのはあり得るし、みんなが憧れるけど分かりやすい専門教室ですって歌っていない限りにおいては、あの、言っちゃえばいい、だからマニアであるっていうのも一つ強みになるので、あのマニアすぎてみんなが習いたくもないマニアなことをやっててもダメなんですけどね、それは調べないといけないんですけれども、例えば今少し廃れちゃったんですけど、ベーグルとかもそうでしたね。パンでいうとベーグル&ベーグルっていうねところがありまして、一時期すっごいベーグルブームが世の中にすごいブームだった時とかにベーグル専門の教室っていうのも確かにあったし、ベーグル専門店っていうのもありました。今はそこまで流行ってないですね。まあ、だから何かそういうものに特化すると それが廃れた時に一緒に廃れていくっていう運命もありますけれども、とっかかりとしては目立ちやすいかなとは思いますね。あと集客がしやすい可能性はありますね。でその中で次のことを考えてながらやっていくっていうのもありかもしれません。あの私低糖質のパンのクラスとか持ってたんですけれども、今そこまで世の中低糖質低糖質って言ってません。今は米粉とかグルテンフリーっていうのが世の中の方で注目の株の主流になってるの でじゃあ低糖質のクラスっていうので、まあ、流行ってましたけれども、それがじゃあなくなっちゃったらめちゃめちゃ困るのかって言ったら、そこまで困るような売り上げを期待していないコースだったんで、軸になるところは7つの天然酵母を教えるっていうクラスでパンで教えていたので、そこはね全然大丈夫だった。とはいえマニアですよ、やっぱ酵母を教える、自家製酵母を教えるよりは簡単ですけれども、あのやっぱマニア向きですね。酵母を扱って配合を変えたりとか、ベーカーズパーセットっていうそのパーセンテージを変えながらパンを作っていくっていうことを教えたりとかですね、そういう感じから言うとマニアの講座だったんじゃないかなと思ったんで、すでにベテランの先生がいる市場に自分が新規で飛び込んでいくんだったら、マニアのところを特に色を濃くして見せる、教室の特徴を強く見せるっていうのも一つのポイントになると思います。で2つ目ですね、世の中の流れと逆を行くっていうところですね。世の中がもちろん流行っているものを乗せていくっていうのも一つの手法だし、今度は逆っていうことも一つ目立つための一つの手法になります。私割とこれをよくやっていたりとかしていました。どういうことをやってかったかっていうと、当時はあの教室の集客の基本っていうのはアナログで、口コミかまあ、近所の人が来るっていうのが当たり前っていうのが主流だったんですよ。だから人によってはチラシをポスティングしてっていう先生もいたし、公民館で教えるとかっていうことで公民館とかにポスター貼ってとか、まあ、当然収益はほとんどない状態ではあるんですけれども、そういうアナログが基本だったんです。口コミ紹介で集客っていう概念がなくても人が集まってくるみたいな感じだったんですね。であのホームページ持ってる先生っていうのは少なかったんですけど、持ってる先生は割としっかりやってるタイプの先生で、ウェブ集客っていうのがまだそんなに認知されてない状態なのにちゃんとホームページを持ってるっていう先生はその当時では素晴らしい方だと思います。で私は後から参入をしているので、あの近所の人っていうのもともと集客しようっていうふうに別に思ってなかったので、世の中は近所を集めるのが当然ですよねっていう時代にです、あの全国的な集客をしようと思っていたので、全国から立地が悪くても飛行機と新幹線を使って人が来る、全国的に人を集めるっていうことを決めた時にはもうウェブ集客でしかありえないと思ったので、あの口コミでっていうのは、まあ、来てもいいけど近所の人は別に集めるつもりはないっていう、そんな感じで作ったパン教室だったんですよね。だからそういう意味では世の中の逆を行くっていうのをやっていて、そこに勝機を見出した理由は、当時の先生もそうですし今の先生方もそうなんですけど、ネット集客、パソコン、コンピュータースマホもそうなんですけど、扱うのが苦手っていう人が多い業界だって知ってたからですね。そういう世の中っていうか、その業界の流れの中において自分って優位に働くスキルあるよねって言って、そのスキルを投下したから目立つっていうことができるので、初心者でも
目立ったし、コンセプトをマニアなコンセプトを作って、ウェブ集客をみんながやってない時にやってたから目立つし集客ができるっていう状態。これはだから初心者でも大丈夫ってことになりますよね。これ2つ目の特徴です。で、3つ目がすでにやっている人の3倍の努力をするっていうことですね。これはね、仕方がないんですよ。後発事業になるわけだから、すでにやってる人はいるっていうだけでイニシアチブがあって、それでできちゃう、集客ができちゃうという状況を作ることができてたわけですよね、当時は。だけれども、すでにやっている人に追いつき追い越せっていうことを考えたら、その人たちがやってる3倍の量はやればいいっていうことになります。例えば私はブログと YouTube が特に集客のメイン、ホームページで自動集客っていうのもやってたんですけど、ブログと YouTube を中心に集めていたので、特に YouTube なんかはみんなが動画嫌だ、顔出し嫌だって言ってる時代からやってますし、動画どうやって編集するのわかんない嫌だって言ってる時にも動画編集学んでやってましたから、最初は大変でしたよ。今よりもっと編集とか大変だったし。だけれども人がやってなくて多分見てもらえるだろうなって思ったので YouTube もやっていたし、あとブログとかも人が1個書くときに3個書けばいいって思ってたんで、3個っていうか3倍ですね。当時の先生たちのブログって、2日3日にいっぺん更新する人はやってる人ですねっていう世の中の事情で、1週間に1度ぐらい更新するっていうのが平均的であれば、当然のように1日1回更新以上ですね、1日2回更新の時もあったし、当時の先生たちがブログって割とライトに書いていて、今日あった出来事とか何お昼食べたとか、こんなレッスンでしたっていうレベルで、400文字とか600文字レベルの写真ベタベタっていうタイプのブログが多かった時に、ブログで集客をするって決めた場合には文字量最低1000がないといけなかったんで、1000の文字数とキャッチコピー的にタイトルも考えて、キーワードも入れ込んで、そのキーワードの出現頻度っていうのがあるんですけど、そのキーワードの出現頻度まで考えて文章を作って書いてたんですよ。だからブログに4時間ぐらいかかってましたね、当時。レッスンが6時間ぐらいで、準備も含めてブログ4時間みたいな感じでやってたんですけど、それをほぼ毎日やっていたんです。この量は多分当時の教室の先生はやってる人は数パーセントいるかいないかぐらいの量で、でかつ今でもそこまでやってるっていう先生は少ないと思います。やってる方多いですけどね。インスタグラムとかいろんな SNS が出ちゃったんで、それをどう分散させてうまく扱っていくのかっていうのが多分大変なので難しいとは思うんですけれども、当時の私はホームページ、ブログが一番メインで、そこに動画も入れてきてっていうことで、全部先生たちが苦手でやってないものを中心にやってたんですよ。でしかもその量も半端ない量やってましたね。動画も1000本とか1年に上げてましたし、だから量である程度人がやれてない量をやると初心者の人でも目立ちます。だからすでに自分は遅れを取ってるんだっていうことを認識したら、3つ全部やるかどれかから頑張っていくかっていうことで、私は素早く集めたかったので3つ全部やったんですよ。とはいえですよ、この準備やっぱり1年弱かかってるんですよ。ということは、開業しちゃってから頑張ろうって決めてる人は、1年ぐらいはかかることを見越して、1年かけたくなかったら、私今3倍って言ったんですけど、10倍やれば3ヶ月で終わる可能性はあります。すでにみんながやってる量の。だからみんなの基準が上がったら、自分がそれ以上にやるっていう形になるので、新規開業そのものはハードルが低くなってますけど、低くなってる分人が増えてるので、露出して目立つっていう状態を作るのは結構ね、大変になってるなっていう印象はあるので、それを理解して飛び込んでやりたいのかやりたくないのかっていうのは、決めてもらう必要があるかなっていうふうには思ってます。なので、ベテランの先生は人がいない時代にやってるから、そういうイニシアチブと恩恵を受けてるわけですよ。じゃあ皆さんの場合じゃあ何なのって言ったら、成功をね、たくさんするのって大変じゃないですか。だけど初心者の人の特権って、たくさんを失敗はできるんですよ 失敗っていうか、うまくいかないこと。
で、そうするとそれは簡単にできるんじゃない。だから試せば、あ、うまくいかなかった、試せばうまくいかなかった。で、この量っていうのはじゃあ全て無駄だったのかっていうと、その後いろんな対応する柔軟性の能力ができたりとか、損になることは全くなくて、失敗した数の分だけ成功する確率もすごく上がっていくし、失敗したことがないベテランの先生よりもタフに世の中を行き渡っていく、能力が身につくので、私は簡単に失敗していくっていうのもすごくいいことだなって個人的には思ってます。それをするためにもある程度の量と動きをしないと失敗すらできない感じだから失敗するのは本来簡単なんです、簡単なんです。それをたくさんできるかできないかっていうことで経験値が変わって、成功確率とうまくいく、長期的にうまくいく確率が変わってくる感じになります、はい、ですので失敗を恐れないっていうことですね。特に初心者なんだから、すでにできちゃってる人と同じことやっててもしょうがないっていうことです。はい、ということでまとめていきたいと思います。教室開業時、経験がない人がベテラン先生と比較されても集客できる3つのコツ。1つ目、マニアであること。2つ目、世の中の流れと逆を行くこと。3つ目、すでにやっている人の3倍努力をするっていう、とてもシンプルなお話だったと思いますが、はい、これからの開業の人にはぜひご参考にしていただきたいと思います。それでは。